ジャニーズの問題意識の低さというのが、今回の会見における顧問弁護士の言葉に現れたというふうに私は思います。でつまりですね、顧問弁護士は、刑事責任を事務所幹部が問われる可能性を全否定したというふうに思うんですけれど、しかもですね、その際、会場にいたジャーナリストから、こういう質問がなされたんですよね。つまり、ジャニーズ事務所の、人たちが児童福祉法の共犯になるのではないかという質問に対して、いかにもですね、法律的な言葉を並べ立てて、そうした刑事責任は成立しないという、趣旨で完全に跳ねのけたと。これは明らかに私はごまかしだというふうに思っています。会社がいくら謝罪してもですね、それはあくまで表面的なものであって、実際は自己保身を図っているのではないかと見られてしまうような大問題だと思っているわけですよね。で、顧問弁護士がですね、そんなことでは、ジャニーズ関係者もですね、一連の事件に対することの重要性、真剣さに欠けると思いますし、顧問弁護士においてですね、事務所関係者に対して、ね、あなたらの刑事責任は発生しないですよと内部的に言えばですね、事務所幹部はそのように思い込んでしまう。弁護士のこうした態度は、いわば会社幹部に刑事責任の追及が及ばないようにする、会社としての自己保身だというふうに受け取れかねない。で、実はですね、この顧問弁護士っていうのは東京地検特捜部にも在籍していた元検事です。で、私も仕事の接点があったんですけれど、検事になったのは私よりも10年くらい後であって、検事になってから10年くらいは検事を務めていて、それから弁護士になったんですよね。名前はキメダさんという人なんですけれど、危機管理の専門家としてはかなり有名な定評がある弁護士です。ところでですね、9月25日の私の YouTube のこのチャンネルで、私はですね、事務所の幹部が児童福祉法の共犯として刑事責任が問える可能性があるという内容をアップしております。私は過去に司法試験の刑事関係の問題を作ったり、答案を採点したりしているので、その意味では刑事法に関しては、相当な知見を有していると私は思っているんですけれど、で私がまさしくジャニーズ事務所の幹部が、児童福祉法違反の共犯に問われる可能性っていうのを言及したわけですよね。おそらく木目田弁護士はその私の動画を見ていないんだと思うんです。見ていればですね、専門家である私がそのように言及しているんであれば、もう少し丁寧な説明をしていたと会見で思うんですけれど、見ていないので、単なるマスメディアの人がどこかから聞きかじった話を会見で質問してきたと感じてですね、その質問をいかにも専門的に封じ込めようとした、そういう感が私は否めないんです。で、木目田弁護士のですね、どこがごまかしなのかについては少し述べていきたいんですけれど、まず前提としてですね、東山代表取締役がですね、北川氏の犯罪を見て見ぬふりをしていたという認識を持っていたということを今度の会見でも明らかにしているんですよね。ジャーナリストがですね、東山さんにその点、つまり児童福祉法の共犯の可能性はないんですかって指摘したことに対して、なんと東山さんはですね、罪に問われるということであれば、しっかりとそれを受けたいと思うというふうに答えたんです。その東山さんがそう答えた直後にですね、木目田弁護士がマイクを握って補充して答えたんです。その際の木目田弁護士の発言が大問題だったと私は思ってるんですよね。その発言っていうのは、簡単に言うとですね、児童福祉法違反というのは、あるいはその共犯とかいうのは、成立しないということを明確に言ってるんですよね。少なくとも今回はですね、で、どうして成立しないのかっていうと、そもそも、北川氏が性加害をしてるっていうのは、周りの人間は気づいていなかった。いわばそういう意味では、故意がなかったんで、共犯等にもなり得ない。仮に100歩譲ってですね、それを止めなかったということが落ち度としてあったとしても、それだけでは共犯とか幇助犯
にはならないんだ。まあ、ここのところ勘違いしないようにお願いしますねと、ジャーナリストの人に言ってるんですよね。まあ、これはですね、まあ、先ほど言いましたように、9月25日の私の動画で、事務所幹部が児童福祉法違反の共犯として成り立ちうるということについてはかなりバッティングしてるんですよね。私はですね、その動画において、まあ、3つの条件があると、少なくてもその事務所幹部の人が共犯に問われるということを言っております。まあ、一つはですね、まあ、刑事事項にかかっていない時期である、まあ、2018年頃において、その頃も未だジャニーズジュニアなどに性加害を北川さんができていたかどうか、それから二つ目としては、その頃の時期の性加害について被害者がいて、その人が具体的にその事実を名乗り出るかという点、それが2つ目の条件。それから3つ目の条件としては、その幹部がですね、北川氏の性加害を、まあ、しやすい、いわば環境を作っていたとか、あるいは手助けしていた。あれ、少なくてもですね、性加害を黙認していたとか、見て見ぬふりをしていたというようなことが3つ目の条件である。その動画で私は述べました。この3つ目の条件である、少なくても、見て見ぬふりをしたっていうことは、東山さんも先ほど認めてたわけですから、そうなると、一つ目の条件とか二つ目の条件は、まあ、少なくともいろいろ調査しないとわからないと思うんです。で、わからないにもかかわらず、金目田弁護士は、もうそういうことを棚上げして、もう一切共犯は成立しないというようなミスリーディングをしているというふうに思うんですよね。児童福祉法っていうのは特殊性のある法律で、単なる性加害をした人だけじゃなくて、その性加害をした人の会社に対しても、きちんと処罰を設けているんです。会社ぐるみでやった児童に対する性加害っていうのは、その行為をした人だけではなくて、会社自体にも責任を負わせる。逆に言うと、会社ぐるみのようなことがないように、会社の幹部らは、誰かがそんなような性加害をしていれば、それを止めなきゃいけないという義務があるということを、その児童福祉法には特別に書かれているんですよね。まあ、そうだとすると、まあ、今回もですね、ジャニーズ事務所の幹部が北川氏において性加害をしているということになれば、それを止めなければいけないという義務がそこにある。だから、それを黙認していたり、見て見ぬふりをすれば、やはり、そこに、共犯というようなことが出てくる。で、実際にですね、判決例で内縁の夫がですね、子供に折檻を繰り返して死亡させてしまった。そういう事件で、内縁の夫を止めなかった母親に、傷害致死罪の不作為の幇助犯を成立を認めているという判決例があるんです。ですから、それなども見ると、やはり、事実関係以下では十分に幹部らに児童福祉法違反の共犯としての責任を追及するということが可能であるにもかかわらず、金目田弁護士は全否定したと。まあ、これはそういうところに追及が行っては困るという、まあ、自己保身だったんじゃないかなというふうに思うわけです。で、さらに言うとですね、白波瀬という人が元ジャニーズ事務所の副社長をやっていて、まあ、最近ですね、北川氏の性加害を責任を取って代表取締役副社長を引責辞任したんですが、まあ、辞任した後もですね、ジャニーズの嘱託社員として依然として勤務しているということが最近分かりました。で、白波瀬さんというのはもう1975年ぐらいにジャニーズ事務所に入った最高さんで、ジャニーズで最もジャニーズを知る人物と言われてきているわけです。白波瀬さんがやっぱりいろいろ説明をしなければいけないということだと思うんですが、まあ、白波瀬さんは、まあ、今回1回目も2回目も記者会見には出てこない。まあ、記者さんがどうして白波瀬さんがここにいないのかって問われる場面もあった。と、やはりこの辺に刑事責任が追及できる土俵があるんじゃないかと私は思っています。本日の解説、私の言葉、これは良かったと思う人はチャンネル登録、そして高評価、グッドボタン、よろしくお願いします。